当にめっちゃ急ぎました。なんだっけ、ナンバー新しいわけ大作戦ハッシュタグハッシュタグはい、皆さん持ってきましたということで、何を書くんですっけ。ちょっとすぐに配信終わっちゃうかもしれないんですけど、なんだっけ、なんかみそらが朝配信だったんですけど、私の予想はトナカイだと思うんですよ。どうですか？多分トナカイじゃない？本当に答え聞いてないんで、みんなトナカイっぽくないですか？だからちょっとここ急ぎすぎてここ出てるんだけど、これどうしたらいいかな。後で言いに行こう。トナカイいいですよね、絶対。今日公園来る人待ってます。丸顔のトナカイトナカイやん、それ。普通のトナカイだから、イで始まるものをエシートリなんで書いていくんですけど、何書いたらいいですか？イから始まるの、なんかイチゴとかめっちゃ分かりやすいから、あんま面白くないかな。私の次の配信、あ、待って、私の次の配信あやみか、あやみかな、ゆうみさん、難しいでしょ。池田天奈、あー難しいでしょ。多分次の配信、明日の朝があやみかな、なんでちょっとね、イージー問題でいきたい。申し訳ないから、あ、犬ね、ゆうみさんもいいけどさ、めっちゃ今日肌サラサラ。ともたんさん、ハートありがとう。ワンワンさん、お花ありがとうございます。今日、あ、イカね、糸魚川ってどうやって書く、地名のあのなんか地図みたいなやつを書けばいいのかな。和田さんと仲良くなれた、え、仲良くなれたっていうか、お話はしたんですけど、あれは仲良くなったっていうのかな。あ、写真見ましたか、今日あげたんですけど。初めて世代交代公演行きます。お、ありがとうございます。楽しみにしてますね。今日も可愛いな、ほんと。え、嘘じゃない、嘘の予感。雪だるまポーズ可愛かった、ありがとう。こうなんですけど、二人で作るのは難しくて、なんか三段みたいな。私は一人でこれのこっちを作って、カメラ持ってるから。あ、さゆき、次のさ配信って誰かわかる？私の次の。今見るわ。え、今やってんの？やってる。あ、そっか。え、ちょっと入っていい？入っていいかな？いいよね。はい。ハロー。なんかさ、さゆきさ、さゆきさ、なんかリハとかでさ、さゆきのって言われるじゃん。さゆきの、あ、はいはい、さゆきの、ごめんなさい、めっちゃ好きやん、公認なんだ、確かに、ちょっと待ってっていう、もう衣装着てるのかなって。さゆきちゃんちゃんとしてるんで、さゆきちゃんやっぱね、優秀なんで、優秀なんで優秀なんで。ご飯食べた？うん、あやみ、あやみ、あやみ、やっぱあやみだ。ありがとうございました。はい、バイバーイ。はい、さよなら。バイバーイ、お疲れ様です。さゆきのゴミ、そう、北越コンビ、もうやめてください。さゆき飲んでお願いします。髪型も完璧やな。そう、最近声でかすぎてさ、隣の部屋だったんだけど、メイクめっちゃ聞こえてた。話してる内容、なんか今日顔が違う気がする。なんでだろう。え、じゃあ何がいいかな。イカもありだよね。椅子、わ、椅子難しい。私マジで絵心ないんで、まずじゃあとりあえずナンバー新しい夜明け、新しい夜明けってどっちが書くの。もうさ、てか昨日バチバチに出させていただいたんですけど、見ましたか。もう私の学力がもう最悪すぎて、もうめっちゃ恥ずかしい。夜明け大作戦、大作戦。私は美空から来たので、
雪の雪のから次あやみ、あやみです。え、現地で見てたんですか。ありがとうございます。どうでしたか。インコ、インコってどうやって書くの。インコってどうやって書くんですか。鳥じゃない。鳥と変わりますか。え、本当に、え、ユキノもちょいおバカだな。ちょいどころじゃないんですよ。私マジでアミタンよりも頭悪い気がする。でアミタンよりもっていうかアミタンはが頭良すぎるみたいな。トモタンさんだるまありがとう。ワンワンさんだるまありがとう。マッチさんハートありがとうございます。東なんとかなんとかさん。あ、これなんて読むんですか。ありがとうございます。ちょっと一旦ね、ちょっと和田美優さんの面白さを盗みたいと思います。え、黒島さくらさんが見てるんですか。恥ずかしい、やめたい配信、恥ずかしくて。え、本当ですか。本物ですか。びっくり。何がいいかな。いだからイカ、イカか犬かイチゴ。でもイチゴって分かりやすいかな。面白くないかな。なんかないですか。私の絵心で描ける。マジで私絵心なさすぎてめっちゃ怖い絵を描いちゃうんですよ。夢に出てきそうな。アイドルならイチゴ。あ、イノシシ。え、本物ですか。ヘカッチで。ありがとうございます。すいません、本当にありがとうございます。イカ焼き、イカ焼きとイカって何が違う。どうやって描けばいい。私今ここだけ描きましたので、ここに描きます。やっぱイチゴかな。イチゴ、椅子、芋ってどうして書くの。板垣、なんかいいつくメンバーが多いですね。いね、イチゴにして5にするじゃないですか。だから5で5から始まるのってあんまないから、なんかちょっと意地悪で5にするのもありだけど、次あやみなんで。そう、あ、いちごゴリラ、ラッパー、あれですね、なんかお決まりの流れみたいな感じ。イタリア、イタリアン。でも私今黒しかないんで。イタリアって3色ですか。バカバレるんであんま言わないの。こイタリアって。ワンワンさんハートありがとう。深夜さんハートありがとう。達也さん、あ、違う、達也さんじゃない、達さんハートありがとう。ワンワンさんハートありがとうございます。じゃあ、いちごでいいですか。インコ飼ってそうなので。インコ飼ってそうな顔って何で。ここにご飯持ってくればよかった。お腹すいた。いくらてかさ、みんなどれぐらいのスピードで書いてるんですか。他のメンバーはもうなんか決めてさっさって書いてお話ししてますか。こんなに悩んでるの私だけですか、もしかして。決めてから配信してるのかな、みんな。今日は公園行けない。いちごいいかもね。ですよね。インドネシア、インドネシアって何色ですか。インドネシア、インドネシア。田中幸乃さんインコ飼ってるね。見たことあります。すごいよね、インコ飼うって。インコ飼うってすごい。鳥だって鳥がさ飛んでるってこと。部屋に6時45からだからん、からだから少し余裕。そうなんですよ、2週間初日申し込みました。うわ、皆さんもぜひ見守りに。2週間が28日に初日を迎えるんで、ぜひ。私はちょっと出ないんですけど、ぜひ
お願いします。マジで2週間めっちゃ頑張ってて、本当に足怪我してたけど、もうね心配なのめちゃくちゃ足、手のリンク2週間こと2週間、そう2週間、じゃあいちごにしますね。え、かけるかな、いちご、いちごかきます。いいですか、いちごで、いちごでいいですか、いちご、いちごでいいですか、かきますよ、おけまる、おけ、かきます。30分までなんで配信、お、今から公園行きます、ありがとう、待ってます。じゃあいちごの、なんかいちごって上から葉っぱから描いたら下手くそになりそうなんで、一旦あの 実だけ描きますね。え、絶対にいける気がする。え、なんかちょっと怪しくね、これ、これはあのいちごの実です。したら今から葉っぱを描きますね。コップってみんないじらないでみんないじらないで、私も頑張ってるんだから。じゃ失敗したらじゃもう一回書く、今紙が1枚しかないのね、ほんとにさ、待って、え、待って、やばくない、いちご、ちょ見せてください、いちご、人参みたいって、人参こんな短くないでしょまあ言い切ればいいよね、確かに、あの、え、ど、え、どうしよう、トマトに見えるの、あ、いけてるいけてるいけてる、どうですか、結構イケてんなのですけどね、え、最悪、なんか一昔前のなんか男の人の髪型みたいになってる。点々描けば大丈夫。あ、点々描けば結構一番重い。え、マジ無理。え、どうしよう。じゃあ後で描き直していいですか。見てください。記号。もうこれさ、座敷わらしやん。座敷わらしでしょこれ。もう私もう本当無理。まあ諦めます。頑張れあゆみ。しかも5ってつなぎづら。じゃあ後で書き直します絶対。あのツイッターに載せるんで見てください。ね、カッパとかがないでも、もうこの話はもうなしで。なしでもみんなコメント読みますね。どんぐりかと思った。マジで絵が下手なんですよ。画伯すぎて。マジでやばいですよ。いちごって思えばいちごですよこれは。でもなんかあの頭の部分がちょっと分からなくて、マジであの本当にショック、もうこんなに絵が下手だとは思わなかった自分。え、色塗っていいですか、色塗っていいのこれ、え、誰か色塗ってましたか、色塗っていいなら全然描いちゃいますよ。でも色描いたらさ分かっちゃうくない、緑と赤で大体。いちご農家の人見てませんようにね、本当に倒されちゃうこんな愛がないようないちごを描いちゃって。わかったん、わかったん、 色つけてましたか、あ、色 OK なんだ。じゃあ星を描いたら似てくる頭、へえ、いちごって分かった、お前優しい、やっぱり優しい、優しいですよね、やっぱ優しい人もいますよ世の中。赤毛のすみほさん、ハートありがとうございます。あ、そうだ、こじりんさんと昨日一緒に写真を撮りましたよ。やっさん音符ありがとうございます。タッチュンさん、ハートありがとうございます。焼き鳥先生、だるまありがとうございます。コヨリの声聞こえる。めっちゃむずいんよな、その拷問が。ねんね、見て。これ、いちごパイ。あ、うまい。あ、賞味期限？みんなに下手くそって言われた。次、コヨちゃんじゃないから言っても大丈夫。何？しりとりだよ。確かに。トナカイ。
できたらイチゴですよね、これ見れば。奈々さんハート100個ありがとう。なんか今日顔違うんだけど実際のあの素材が違う、メイクが違うとかじゃなくて、なんか顔が違う、少し嫌部長さんこの楽器なんだっけ、ありがとうございます。なんか今音符とかあるんですかね。今日も顔かわいい。あ、エリさん今日公園来てくれますか、もしかしてスリムになってる。そう、なんかね、あのこの髪型わかりますか、これこれでも狭すぎて、これこの髪の毛って思いっきりここが引っ張られてるんですよ、だからこうなるんですよ目が。だからこうやって押さえて垂れ目にするんですけど、でもやっぱ引っ張られて釣り目になっちゃうんですよね。だから公演の時はやばい、顔見えてない、これ着てます。そういえばもごめの返信メールでしてるんだけど届いてる、あ届いてますよ、届いてます、見てますよちゃんと。今日ちょっとアイライン短いんだね。そうメイクさんのメイクはねアイライン短いです。研究生のメイク。テイテイさんハート100個ありがとうございます。えヒントで15って書いておく、イチゴってことそれバレるよ。スタンドない、えスタンド、スタンドなんかさ、そこにさっき置いてなかった。あ、ありがとう。誰のか分かんないけど可愛いよ、ありがとう。今日は45分からなんですよ、45分からなんですよ。初めてじゃない45分、私たち。あ、上杉謙信してたのさすがって、まあもちろん新潟出身なんです。はい、新潟出身なんで、そこはね一番最初に思いつきました。39度の発熱でキャンセルしました、ごめんなさい。え、大丈夫ですか、大丈夫ですか。今の西田さん違います、さゆきです、渋谷さんです。初めてゆきの名前入ったんだよね。そう、後ろにこの辺にあれ、あれこの辺かな、あると思います。で椅子をね私かけないんですよね。椅子描いてみてもいいですか、一旦後でこれ描き直すんで、どっちにしても。でえ、絶対無理だあ、最近ショールーム始めた、通知が来た。遅い時間やと行きやすい、あーそういうのもあるのか、確かに。45分間いつもより45分くらい遅い、いつも6時間。公園行くけど初めましての時ってどうしたら私って分かりますかね。だいたい分かるんじゃないかな、なんか雰囲気で雰囲気で分かる気がするけど、なんかよくいるのはなんかこういう服着ていきますとか、こういう、あ、ん？こういううちわ持ってきますとか。でもうちわ書いてくれてましたよね、もばめの返信で。だからワンちゃん覚えてるので、わかると思います。普段来ない人も今日は来てくれそうやね。確かに時間が遅いんでね。ラインスタンプ、あそうだ、ラインスタンプも出ました。私のやつ 見ましたか。なんか添いがあって何のことみたいな言われたんですけど、あのカメラマンさんとかにあれを撮った時に、添いがあっていうのは新潟弁でなんかそうなのみたいな。でもね、使う地域と使わない地域が多分あると思うんですけど、添いがあってなんかそうなのみたいな。え、言いますよ、言うんですよ、え、そうなのみたいなそう、あれは全部自分で考えてて、コメントだから。例えばホノピーのリコホノピーします、私大好きでマジでめっちゃスタレンしたんですけど、そうなんですよ。そうだから新潟も使わない地域あると思います、全然。それだってそうなんだみたいな。だから家族とかで話してなんとかなんだよみたいな、え、それがみたいな田舎臭いな、なんかちょっと。でも普段は出ないです、あんまり。
それがあってそうと起こさないでです。やっぱ私と言ったら寝るなので起こさないでっていう使いたい時二度寝したい時にちょっと送りますね。やっさん音符ありがとう。たつ兄さんハートありがとうございます。タイガーファイヤー、スイガー、そんな使い方はしません。すごいね、なんかこんな思いつく。あ、そうなん、あ、そうなんも使うか。スイガーです。私をミュウちゃん写真撮ってどんな反応だった。え、普通にえ、トロトロみたいな言ってくれて、いやってなりました。なんか顔が緊張しすぎて、クルちゃんマジで顔緊張しすぎてめっちゃブス、自分の顔がユキの方言出ないよね。え、でもね、さっきね、ちょうどさっきね、メイクさんにね、なんかめっちゃなまってんねって言われて、なまってるらしい。でも方言っていう方言はあんま出ないかもしれない。あ、そんな人忘れるんですか。こんにちは、ありがとうございます。なんかこの辺かゆいんですよね最近。なんかブツできてて、まあ見えないからいっか。5時29分ね、いつもだったらさこの時間さ、いつもこの時間にもう、え、すごいね、え、すごいね45分間やん、すごい。劇場着いた、おお、ありがとう。もうじゃ近くにいますね、近くに。みかにゃんさんのモバメは撮ってないの。撮ってないんですよ、今はもう美咲さんの、坂田美咲さんのやつしか撮ってなくて、もう一日の本当癒しですよね。例えばこういう公演の日とか家帰った時にやっぱ来るじゃないですか、なんかファンの方の気持ちが分かるから、私もちゃんとモバメ送ろうって思います。レオちゃんみたいに返信しないと。返信はさすがに恥ずかしい。でもあの本人に直接言ったんですよ。そう、本人に直接言いましたよ、はい、あ、ちょうどこの時かな、この時にモバメ撮ってますって、モバメ撮ってますって言いましたよ。え、言ってなかったっけ。そう、言ったんですよ、モバメ撮ってますって。そしたら恥ずかしいって言ってたんですけど、もう本当に最高ですね、本当ちょっと最高です。ワンワンさんハートありがとう。赤毛のすみほさんハートありがとう。かよさん、あ、かよさん音符ありがとうございます。じゃあそろそろ終わろうかな、ご飯食べようかな。今日のご飯はね、モバメに送りますマジで嬉しいんで、本当にもう目がガチになりました。てかみんなに呼ばれましたゆきのって言われたものです。はい、あ、エビ、さてどうでしょう。ゆきののモバメはほんまに癒されるよ。本当ですか、私何に送ってるっけな。え、てか朝送ったんですけど届きましたか。朝送ったんですけど、あのここ地下で劇場って地下じゃないですか、で電波がなくて見れないんですよね、とあの送ってあるか、ちょっと皆さん教えてください。え、配信始まる直前にいつ届きます。よかった、届いてた、あ、ごめんなさい、嬉しい。届いてますか、あのお腹すいたみたいな書いたやつ、よかった。あ、スイバル中 T さん星ありがとうございます。あ、だるまもありがとうございます。タッチューさん星ありがとうございます。ワンワンさんハートありがとうございます。よかった、届いてて。なんかさっきリハが終わった時に見たんですけど、あの遅れてなくて、遅れてないかと思ったら遅れてましたか。え、もう一度見せて。で、これは書き直します。もう嫌です、書き直すとこだよって感じです。もう見せたくないよカッパ、これカッパです、イチゴじゃないです、イチゴなんて書いてないですよ、カッパですよこれ、みんなこれ
写真可愛すぎる。モバメですか？あれ昨日の写真です。昨日のユキの。ワンワンさんハートありがとう。マジでこれ無理。気持ち悪い。ショックユキノです。ヨークマさんハートありがとう。どんぐりにも見える。あーでもさ、トナカイから来てるから分かるくない？そんなあやみもバカじゃないよね。もうあやみもう頭いいから。あやみは絶対にスタンプで遊んでるよ。本当？スタンプって遊ぶものじゃないですよとか言って、私ホノピーのスタンプ大好きすぎて本人にめっちゃ連打で送りましたね。あやみならやっぱり心が私とつながってるの分かると思います。流れで分かる。そう、流れで分かると思います。焼き鳥先生かわいい、ありがとうございます。面白いからそのままで。やだよ、こんなのが全世界に広まるなんて。私はもうたまったもんじゃない。もう公演に集中できませんこれなのでちょっと書き直します。ごめんなさい。じゃあ最後にこれ横にできないか。ショックのんです、マジで。かゆっ、かゆっ。私この映像8期生さんので赤毛のスミ。むしろ見せた。うん、今日途中までしかないから大丈夫今思っただから喋り始めたでも入っていいと思う、ここ。いいと思う。大丈夫だと思う。赤毛のスミホさんハートありがとうございます。今来たけど何の絵か分かんない。いやそんなこと言わないの、こうカッパだから。あー本当に無理。今のレイボンの話がちょっと何かを知りたい人は公演を見たら分かると思います。なのでぜひ公演見てください、お願いします。じゃあランキング読みまーす。なんかめっちゃ70何位とか出てたんで。13位ヤッサンありがとうございます。12位赤毛のスミホさんありがとうございます。ここやっぱ置こう。男持ってないですか。11位タツニーさんありがとうございます。10位シリルさんありがとうございます。9位エリナさんありがとうございます。8位テイテイさんありがとうございます。7位野原慎之介之介さんありがとうございます。6位かよさんありがとうございます。5位タッチュンありがとう。4位焼き鳥先生ありがとうございます。3位部長さんありがとうございます。2位、これ2位ちょっと教えてください。これ1位ワンワンさんありがとうございます。これ2位ちょっと読めない。昨日のさ学力テストが出てる、やばい。東さん2位東さん、すいませんありがとうございます。まずまな、教えないって教えてくださいよ。なんで教え、あずまだよって書いてある。あずまなんとかさんですね。教えないってやめてよ、教えてよなんで教えないのよ。はい、もうこれ終わりです。一心さん、あずま一心さん、あ、今度正解。お、初知り、よかった。あずま一心さんいっぱいありがとうございます。ハートとかも配信ありがとうって、公演そうだ、ありがとう、待ってます。じゃあ皆さんありがとうございました。公演で待ってます。劇場で待ってます。会いましょう。今日行くよ。本当かよさん、ありがとう。かよさんこれ変えたんですか、アバターめっちゃ恥ずかしいこと言うの。昨日もバチバチ NB48 にありがとうございます。なんか昨日バチバチ NAB48 出たんですけど、めっちゃ緊張した、めっちゃ緊張したっていうか、緊張はしなかったんですけど、その心配で、ファン、私のファンの方いるかなみたいないるんですけど、そのなんていうの、本当にファンの方がやっぱいた方が安心するじゃないですか。そしたらもう公演でいつもね来てくださってる方がいっぱいいて、もう染みました。バチバチ見に行ったよね、ヤスさん。ありがとうございます。めっちゃすぐ見つけませんでした、私。うちは見えてた、見えてましたよ。見えてました。じゃあ、ありがとうございました。
急ですけどツイッター見てくださいあげるんで、もうちゃんと書きます。バイバーイ、ありがとう。バイバーイ。